ずっと気になっておりました。私も連日テレビ見ておりました。チャンネルクロッキーさんからですね、はい、もう昨日か工業用のオイルですかねが漏れちゃって大変なことになってるみたいですね。でそこでふと思ったんですけど、実はあのコッコリンの中野ものさん、あの辺のその油処理の部門が得意だって話聞いてるんですよね。タンクローリーのオイルが漏れちゃった時、海とか出動して、もしかしたら今回の一件で浅田ケミカルの親会社になるんですかね、出動するのかなとかちょっと気になってるんですけど、その辺の情報、浅田紹介って言うんでしたっけ、うん、その辺の油処理ですね、うん、そうで、未来プランの S さんも気にされてました。まだ連絡取ってないということで、チャンネルクロッキーさん、九州佐賀県の方は大変ですと、自分のハウスは通路が使っただけで済んだと、ベッドの上は大丈夫だったってことですね。よかったです。近くのハウスでは腰ぐらいまで使ってましたと。いやまだあれでしょうね、農産物の被害額とかってまだ出てないんでしょうけど、相当なものなんでしょうね。いやーなるほど、 OK。 でそっか、で高子さんからも、はい、そう、九州北部は大変な雨災害お見舞い申し上げますと、農業されている方々大変だろうと思うことでしたということですね。いや今後出てくるんでしょうね、被害、相当な被害。そうか、いやどうなんでしょう、あれが、そっ、いや、うん、ニュースもうわっってことですね。私も変なこと言えないんですけど、いやすごかったな。まあ映像、テレビの映像ですけど、いつまで続くんでしょうか。まあでも怪我等ですね、体無理せずにですね、ちょっと きついですね。うん、言葉が見つかりません。はい、今回の雨の原因は台風11号だった、元台風11号だった低気圧がもたらし、暖かく湿った空気と秋雨前線に向かう空気がぶつかったことで発生と、線状降水帯ってことですね。それで長期間にわたって大量の雨が降ったと、油流出もっていうことですね。これか、こういう状況らしいですね。秋雨前線、暖かく湿った空気だからここが集中して、いやそういうことですね。はい、うん、本当お見舞い申し上げます。はい、ってことでケイントップの件もコメントしていただきました。ありがとうございます。クロッキーさん、ケイントップは通路に使ってますが、キュウリの場合乾燥して逆にしおれると、通路ですね、定食直後から使ってる感じですかね。なので今年は敷くのをやめましたと、長靴履いて暖かいとこだけ敷いてますと。そうか、マルチ代わりではないですね。だからマルチにしたらもう余計乾燥乾いちゃうというところですね。なるほど。それからですね、俊夫さん初コメですね、ありがとうございます。ケイントップ使ってますと、抑制キュウリの畝の谷通路か、谷ですね、9月中旬なんですね。だから半月後、追肥をした後にケイントップを昨年より谷に敷いてますと。それまでは稲わらを敷いてました。ケイントップ1梱包20キロ、1300円前後ですと。50メーターの谷に3、4個巻いてますということで、ブログ拝見させていただきました。はい、こちらのようなキュウリですね。でここにあって、お、説明書かれてますね。追肥をした後に通路にケイントップ、サトウキビの茎や葉を観察したもの、雑草対策ということですね。稲わらが入手困難となりケイントップに変えましたと。9月中旬、6月末と9月中旬、2回ケイントップ
やってますと、まあ、歩くと土がふかふか感がありますと。なるほどね。9月だからその時期ですよね。湿度取りって形ですもんね。うん、なるほど。だから真夏に敷くとちょっと乾きすぎちゃうのかなというところはありますね。ただ9月中旬、うん、暑さも過ぎればってところですね。逆に体質になってきますので。なるほど、そういう使い方、ありがとうございます。で、バッテンさんですね。ケイントップ使ってる方多いみたい。そうですね、多そうですね。どうやら通路に巻く、うん、こんな話してあれなんですが、トマトは湿度を嫌うので私は通路に笹原使ってますと。いや、だからケイントップいいんじゃないですかね。トマトとの相性は、マルチ代わりにしたりとか通路に巻くと、うん、のかなと思いました。それと、あ、自動換水装置が我が家にやってきました。楽しみ、楽しみですね。なるほど、自動換水か。これはあれですか、日射量を見て、水分量、土の水分量を見てどちらでやる感じですかね。制御は両方ですかね。結局はなんか土の水分が勝ちそうな気がしますけどね。うん、股間です。豊ちゃんも日射で換水をするって言ってましたからね。うん、それと菊本さんですね。お久しぶりさん、お久しぶりです。皆さんを代表してお久しぶりです。私は土作りの段階で微生物資材と一緒に叩き込んでサウナしてますと。あ、ケイントップですね。ちなみに私の地域では1梱包20キロで800円ぐらいで、これあれですか、値段に結構差がありますね。仕入れ先なのかな。800円です。俊夫さんは1300円ですからね。500円も違いますね。これは大きい。20キロ。わ、これは安い方がいいですね。質が違うんですかね。国産とか。大体海外輸入品かなと思ってますけど。なるほど。あ、そして高尾さん、後半部分ですね。毎年毎年温暖化で変になっていますと。怖いですねと。これは温暖化の影響なんでしょうかね。大雨ですね、北九州。うん、まあ秋雨前線と台風による影響を見てて、まあでもおかしいですからね。確かに。うん、三角砲あれは便利、両面使えるから。でもデッキブラシ使ってみようかな、夢は膨らむということで。じゃあまたということですね。またが ちょっと違いますけどね。いやー、そっか。で、銀スポーさんから、あ、字幕が意外にきちんとなっていると。あ、ちょっと私も字幕がきちんとなるように喋らないといけないですね。うちは草が生えるのでマルチしてます。でも植えて2週間ぐらいはマルチしない方がいいのかなって今は思いました。そうなんですよ、暑すぎますねやっぱ抑制は。うん、2週間ぐらいですね。あ、やっぱりキュウリが活着して落ち着くまでは、やっぱり雑草も重要ですけど、キュウリがしおれないってことがまず第一番なのかなと思いますね。うん、しおれすぎたらもう光合成してないですからね。成長に大きく影響出てきますんで。そう、私ももうなんでマルチ敷くのかすらよく分かんなくなってきましたんで、暑くなってるこの時期にですね。だからボンゴで私ギリギリかなと。だから7月8月ボン前とかの方ではちょっとマルチは本当厳しいんじゃないかなと思いますね。がっつり遮光してできればいいですけど、まあ温度も上がりますからね。うん、ちょっと私的にはやっぱりマルチ、白マルチじゃなくてケイントップとかで幾分抑えられると思うんですよ。俺も、うん、違うと思うんですよね。やっぱ植物の方がたっぷり水かぶせとけば、あの水も吸うんだろうなと思いますし、そう、そういう形にしていきたいなとは思ってます。だから今度実験的に一ベッドだけケイントップとかやってみるといいですよね。うん、雑草の生え具合と、そう、だからあれが15ベッドあって1体800円だったら、
全然手が出ますよね。マルチ買うより全然安いですよね。一ベッド20キロでいければですけど、無理かな。2個だとしても1600円で、15ベッドだからですね、マルチ買うよりちょっと割高になっちゃうのかな。20キロ1個でいければ全然安いですね。8000円とかですからね。白黒マルチより安いと思いますですね。ちょっと考えないと、やっぱり雑草も防草も大事ですけど、やっぱしおれない抑制、まあ、促成もそうですね。いかにでもああいう藁系で雑草どれほど抑えられるかなんですけど、だから結構みっちり敷く感じになるのかなと思いますね。はい。それからしぶろさん、コッコリンとシャタパワー注入で元気もりもりっていうことでキュウリがですよね、これ違いますか、しぶろさんがですか。しおれたキュウリがコッコリンのサイリュウとミクロンと私のパワーで元気もりもりってことですね。ありがとうございます。それから NSD さん、広告収入の件誤解してましたと。いや、すいません、本当に話のネタじゃないですけど、やっぱ誤解されてる方多いのかなと。やっぱ NSD さんの一言でちょっと皆さんに言っといた方がいいと思って動画に取り上げさせていただきました。ボソッとですけど、はい。ピオさんの日が近いのでモチベーション下げること言っちゃダメずらと、ピオさんに怒られますねと。ピオさんごめんなさいということで、そうなんです、8月31日明日ですね、ピオが亡くなった日です、去年の2018年。なのでちょっと明日動画お休みの日なんですけど、間に合えばライブ配信とかですね、ピオを悔やむというか、お悔やみ会じゃないですけど、あとは動画1本撮ってもいいかなと、ピオメインのと思ってますが、ちょっと間に合うかどうか、気持ちだけになっちゃうかもしれないですね。そうなんですよ。まあ、徐々に昨日あたりからこっちのピオがこうボソボソ言ってると思うんですけど、このピオがはい、そんな感じですね。ただあの辛そうだったピオはちょっと撮りたくないなっていうところがあって、出したくないなってところがあって、笑ってですね、涙もあり笑いもありでいきたいと思ってます。それからこれは何でしょうか、ゴメストンダさん、カズダンス、なんかやってましたっけ、私肌にうどんこ、カズダンス、いつの動画だこれ。踊ってましたね私。過去動画ですね。はい。それから高子さん、そんな小さい時から猫部あるものですかと、1週間後を期待します。そうなんです、前回生育被害兼猫部船長に取り憑かれた時もあんな感じになっちゃって、もうどうにもならなくなっちゃったんですよね。あれよりひどくなってからコッコリンやって復活したっていう経緯があったんで、よし来たと、ここでまたコッコリン再流とミクロンをやるタイミングだと思って、今のところあと1本1本ですね、動画に出てきた1本、怪しいのがちょっとあと何本かあるんですけど、まあ5本10本ぐらいだったらコッコリン対応できるかなと。あれが500本とかなっちゃうと思うとほとんど厳しいんですけど、まあでも再流行やってってことで100本ぐらいだったら楽勝でできますね。そう、復活することを祈ってですね。そう、はい。銀スポさんから、線虫怖いですと。怖いですね。まあ今回熱消毒してませんので、本当に MN プラス線虫食菌とポッコリンだけで対応しようと思ってるんで。それから豊ちゃん、コッコリミクロン鴨本灌水って使いましたと、今作初めて手灌水、初めての肥料なので効果が出ることを期待していますと。発根促進ですね、全部使っちゃいましたですよね。陽明散布大変そうですね、思い切って2層にしても暖房代がもで元が取れると思いますと思います。2層にしたかったんですよ、あのハウスは。
でも当時できないって言われちゃったんですよね。また見積もってもらえばいけんのかな。確かに重油代考えるとそうなんですよ。2層にしたい、全然違うって言いますからね、油の燃え具合が。あ、なんでしょう、温まりが早いんですよね。でキープできるんで、燃える量が全然減るということですね。それから銀スパさん、こんな時間まで起きてしまった。あー、12時ぐらいまで起きてたってことですね、もしかしたら。井戸ポンプ掘り直しましたよ、メーター1万円、請求書は見たくない。あ、そうか、水量が少ない、それから砂が多く入るとか、そういう感じですかね。あ、いつでもいつも水の量ですよね。そっか、私も丸屋根に関しては掘り直した方が、お金があれば掘り直した方が間違いなくいいですからね、こういう横井戸は。エアーも噛んでますしね。それか市川さん、仮面ライダーですか、いいですよね、あれ、あの迷彩柄のスズキの DF200 ですね。ジェベルっていうのは、スズキのジェベルってやつのカラーバリエーションちょっと変えて版かな、あれ、なかなかレアな車両です。営農1号かなっちですね、ハーレーの方は営農2号だったと思います。全く乗ってないですね。バッテリー完全にあの仮面ライダー仕様も上がってたんですけど、キックで2発ぐらいでかかりましたね。もう多分バッテリーがダメですね、あれ変えないと。で昨日見たら、マフラーから穴開いてましたね。はい、それが高尾さんです。おはようございます。おはようございます。バイクは車並み、正直軽トラックより高いです。はい。車検代がいるんだね。父ちゃん聞いた。もう脇芽が出てる。結構元気です。キュウリの脇芽。早がね、作業お疲れ様です。ありがとうございます。今年も、今日もこちらは雨降り、雷も鳴りますと。いやじゃあ。今日もですかね。まあこっちは今雨降って曇ってる感じですね。いやでもやっぱ、でも北と南とはやっぱ全然違うんですかね、降り方が。それからラズベリーさんですね、お疲れ様です。バイク難儀でしたねと。だいたいあの 1340cc をキックでかけるっていうのは無理だったんですけど、実は1回だけドロンってかかったんですよ、キックで。よしと思って、それキックし始めて10分ぐらいでやってて、ブロンって変わって、これないけると思って、そこから40分50分やって1回もかからなかったって感じですね。もうバイク壊れると思ったんで、はい、たまには乗ってね、忘れないでねっていうことなんでしょうか、だと思います。たまに乗ってバッテリーフル充電するぐらい、ブラーっと、まあ半日ぐらい乗ってあげるのがいいんでしょうね。っていうかですね、ツーリングチームみたいに入っちゃえばいいんですけど、なかなか、特に去年すごい忙しかったんで、バイクもそうなんですよ。なんかマイブームみたいのがあって、今はもうキュウリがマイブームになっちゃってますね、完全に。息抜きのための趣味の時間大事ですよねと。お忙しいと思いますがと。でも必要ですね、私にはキュウリ以外にやることがいっぱいあります、はい。まあ、趣味もそうですし、いろいろ今後ありますね。だから動画編集もそうですけど、大概にして本当に身を固めるじゃないですけど、私自身のためにですね、やる自分ももうちょっとしっかり考えないといけないだなと思ってます。はい。そしてそうです、早めの固定ですね、茎のマルチにくっついてるところは高温で葉っぱが焦げてますんで、防止でしょうか。そうですね、今日ちょっと2作弱しか今午前中できませんでした。はい、午後ちょっと頑張って半分ぐらいは効果ですね、あれ全部吊る上げしたいと思います。ピオちゃんへの出来合いぶりがなんとも、とっても可愛いですね、ほっこりしましたと。ありがとうございます。動画の最後ですね、元気なかったんですよ、あの時も2年前ですね、2年前の夏も。確かあれ卵かなんかをが詰まっちゃってですね、なんかうまく産卵できなくて体調崩してたんだかな。でも復活しましたからね、あの後。はい、
まあピオは可愛かったですよ本当に、うん、可愛かったと思います、はい、特に一匹で愛情を注いでたんでですね、愛情を応えてくれました。たまに飛びかかってきましたけど、まあそれはそれで楽しかったですね。あれなんかピクピク言ってる。はい、ということで本日も頑張ってまいりましょう。今日はこっちは曇り雨です。はい、ということで北九州の皆様はですね、本当に、はい、早く復旧されることを私は祈ってます。はい、浅田ケミカル、浅田商会ですかね、どうなんでしょう、油処理話は来てるんでしょうか、気になるところです。はい、お体気をつけて頑張ってもらいましょう。最初はピッコピッコじゃんけんパー、邪魔だ。ここ脇開けてんの分かりますかね、これがこうマッチョスタイルピオ、スタイルマッチョ、足は細い、スタイルマッチョ。チョロ農園のチョロです。ピオの泥遊び第2弾、かなりの至近距離で撮れております。どうですか、可愛いですよね。はい、なんかあの時あれやってる時に表情もですね、なんか普段のですね餌を探してる表情とはちょっと違ってですね、ちょっとなんかのぼせた感じになってるんですよね。頑張れピオちゃん、ピオちゃん頑張れ、頑張れピオちゃん、ピオちゃん、おっおっおっ、飛び出す、産んだ、いいね、いいよ、いいね、これいいね、お尻綺麗だね。ピオさん、なんかいるのかい？ピオさん、こっちですよ。